はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、トクです。いやー、終わったね。終わりましたね。お疲れ様でしたっていう感じで、まあ皆さんもね、結構走られた方多いかと思います。はい、こちらですよ。まあね、終わってすげえホッとしてる、まあ、一発目の動画だから。あれ、でもこれ公開はいつなんだっけ。いや、もう今日は月曜日バタバタになると思うんで、うん、おそらく明日、そうだね、お昼頃に、まあ、皆さんのね、ランチタイムのお供っていう感じで、まあ、気軽に見てもらえる動画だといいね。はい、うん、まあね、もろもろの、熱血甲子園の模様っていうのはもう過去動画としてもう公開してあるんで、そちらをねチェックしていただくとして、こちらはカゼンド VS トクのコーナーですよ。はい、まだ第9戦の決着がついておりません。シャープ4でございます。はい、ハッピーマンデー、こちらはですね、先に10勝した方が勝ちということで、 SR のガチャがSR が出るまでガチャを引かせてあげられるというね、罰ゲームが待っております、うんうん、で今回は PR ガチャを引いて、ハッピーマンデーのね PR 確定を引いて、どっちがよりいいキャラを出せるかというコーナーでございます。先に SR を出した方が勝ちです。じゃあ今日俺からいくよ、今週は。 OK です。いい、いきます。ガチャル、あれ、ちょっと待って、チームランクちょっと上がりましたね。上がった、上がった。あと100だよ俺。さあ、ググ来た。シェイ、いや、今週もこのパターンか。おお、やべさか。やべた、やべた。やべた。かわいい。トクの好きなギャルだよ。どこがギャルなんですか。いや、トクさ、あれだろ、もう金髪の時点でギャルだろ、基本。金髪大好きです。金髪大好きだ。ギャル大好きです。はい、という感じで。ちょっと解放できんのかな。俺持ってたっけ。いや、もう食わしちゃってたっけ。いたら解放までがこの回でございます。いないね。いなかったですね。いないね。はい、いませんでした。じゃあ続いて、はい、トクの番です。はい、では続いてトクの番でございます。早速いきます。もうさ、 PR も超えちゃって R でいいよ、出るの。逆に逆に逆に超える。それはそれでね。でも熱いパターンとしてはさ、どっちかが先に SR 出して勝った気でいるところを PSR とかだったら最高に盛り上がるよね。超面白いですね。お、小筆ちゃん、これはワンチャンありますよ。ワンチャンの 5% さあ、うん、いったらでかい。まあ 5% はね、なかなかね、難しいですよね。デスノート、エコ、うん、うん、なんかせっかくだからちょっともう一個お話をしようよ。はい、トクのキャラクターでプラス5が増えたそうじゃないですか。てて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 、わかりますか。もう早く押せよ、わかってるよ、もうみんな。できました。どうしたの。いや、これマジですごいっす、うん、説明して。一連の流れ話すと、うん、まずですね、昨日のスタジアムイベント、うん、結局俺2万課金したんですよ。まあお金かけすぎ。2万課金したんですよ。でも予想外にそんないらなかった、うん、で160個ぐらい余ってたんですよ、うん、あ、じゃあちょっとせっかくだから新島出るっていうし、一回引こうと思って、うん、一回ガチャリました、うん、したら SR2 枚出ました。そこがまず当たりだったね。で、うん、で、PR がそこで2枚出たのかな、うん、PR も確か2枚出て、まあ、その時点でプラス1確定してるんですよ、うん、で、あのプレゼントですでに5枚の PR 2乗もらっていたんですよ。そうだよね。だ、 SR2 枚と PR7 枚7枚でSR ブラゴまで行きました。それちょっとでもすごくない、確率とか。いや、マジやばかったです。いや、でも本当に全部一気に食わせました、うん、俺やり方としては。おお。でプラス行けばいいなと思ったんですよ。1回目まずレベル上限解放、2回目上限解放、もうそこでおおってなるんでしょ。なりました。 で、うん、でもっと言うと3回目行って下で、うん、もうスキップっていうか、うん、押してて、いやー、よし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 か、レベルアップさせていこうと思ったら5になった。5になって、やば。で速攻ラインしました。
いやしっかりレベルアップしてからお前 LINE 来たぞ。いやマジで鳥肌立ちましたね、うん、うわまあそういうこともあんだね。いや本当に期待してなかったから。いや遠くから LINE 来た時はもうお前レベル45にちゃんとしてるな。あマジですか。餌も食わした状態でだ結局10連でそうプラゴンになったんでしょ。いやこれだったらマジで動画にしとけばよかったとかいろいろ思うんですけど、うんうん、そうだよみんなちょっとコメントで言ってやってマジで10連でいくと思わなかったです。うんで本当に PR7 枚と SR1 枚を全部一気に食わせて、うん、3つ目解放したところでよし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 と思って飛ばしてたら、うん、もう5になってて。でもなんかやっぱり今さフレンドとかさその、最後の1人選ぶところフレンド枠のところ、はい、そこでも新島3番新島、はいはい、結構多いよね。いや多いです。もちろん PSR プラゴっていう人も多いし、はい、やっぱこの機会にゲットしといて間違いのないキャラだとは俺思ってるよ。ただもう、うん、ガチャもうこの放送の時には終わってるか。もう終わってますね。まあでもさあでもいいですか。俺シラス新島で鳴海が入ってくるじゃないですか、うん、だから俺じゃあデッキどうしようかなって考えてたんですよ。ああで打撃でちょっと固めて急戦で狙おうかなと思った時に、ああ絶対これ借りますねお前カンパチ君バカにしちゃダメだぞ。やっぱりカンパチですね。あのやっぱり回復量もね回復量いいからあ打撃で経験点っていうのがやっぱいいですね。うんあのねシラスキャラ割とね回復多いよ。あーマグロとかマグロ君はね俺あんま使ってないけど鈴木君とかね。鈴木もねちゃんと上限解放したいんだよな俺 PSR だからさ。はい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 、試合経験点とかもそうだしあれやる気テーブルだからね。あそうあそうかそうかそうか、うん、そうそうですね。いやでも10連でプラゴになる確率があるんだったらそのやっぱり PR 持ってる枚数とかにもよるけどやっぱり引いてよかったんだよ徳は。いやよかったっすマジで。だってそうじゃなかったらあの PR 無駄になっちゃうわけじゃん。そうっす。それが俺の中でもったいないなと思っちゃって、うん、そうだから10連引いてみようと思って。いやでもよく10連で出たね。出ました出ました。しかも2枚ですからね。それはあの神引きだよ。神引きでした。いやだから本当に、うん、マジで動画にしたかった。いやそんなたらればやめてくれ本当に。でもさ PSR 出なくてよかったね。いやそれは思いましたね、うん、それは思いましたあの今そのガチャでね PSR 当てた方も何人かいるじゃん、はい、まあ、もちろんネモさんとかさアキさんもそうだけど、はい、やっぱ出ちゃったらプラゴにしたいっていう欲が出るガチャだよね。そうですね。でも俺も演出では久々に虹来たんですよ。ええー、焦りましたね。もしかして出ちゃうみたいな。はいで SR でがっかりしてたけど、うん、まさかのプラゴになったから、うん、いやーやったーみたいな感じでしたね。いやーでもおめでとう。あざーす。これでだって幅広がるよね一気に。でしかもなるみも、うん、おそらくプラゴになってますから、まあ、そこはブーイングだな。俺特に携帯借りてこっそりイベキャラ消しちゃおうあ消すんじゃない、あのイベキャラにかけ食わしとく。一番いやらしいななんかいやーでもおめでとうございます。ありがとうございます、うん、ということでねやっぱりこれから多分トクも反省したと思います。こういう機会があったら動画に撮るっていうね完成したと思いますんで皆さん、ね、コメントでちゃんと叩いてあげてくださいはいということで、またもや、ハッピーマンデーのね対決企画は引き分け。これ多分15戦ぐらいまでいくんじゃない。やばいっすね、うん、俺今日はなんかもう出るって気持ちなかったっすもん。俺もなかったなですよね。なかった、うん、だってもう他でなんかお腹いっぱいになりすぎちゃったから。そうでも一応毎週撮ってるからこれも毎週やらなきゃいけない、うん、なんかルーティーン的な感じになってたよね。そうですね、うん、歯ブラシするみたいなそんな感覚だったわじゃあそんな感じで、はいはい、この動画は終了したいと思います。引き続きねまあパワープロの話でまあワイワイギャーギャーやっていくんで引き続きよろしくお願いします。ということでまた動画でお会いしましょう。バイバイ。